はいどうも皆様こんにちは、ピーターマンです。クッキングシミュレーター、久しぶりのクッキングシミュレーター続きをやっていきたいと思います。メイン画面がねすごいクリスマス仕様になってて、まあこの動画出す頃にはもうクリスマスなんかとっくに過ぎてて、もう年末だよって感じなんですけれども、まあやっていきたいと思います。前回がね第1回で、トマトスープっぽいものを作ったんですよね。でなかなか評価が高かったんで、そのまんまキャリアモード続きをやっていこうと思います。このね継続っていう感じなんだけど、これまあ要は多分日本語でコンティニューってやつを直訳したら継続になったみたいな感じなんでしょうねきっとね。まあこれでねやれると思うん で若干時間が経ってると思うんだけど、それでも時間が経ってるっていうのはゲーム内でもう始まってんだよ次の料理が。確か魚を使った料理を作れみたいな感じだった気がする。それをパパッとやんなきゃいけない。いくぜ。そっ、はい、マスのオーブン焼き、マス、はい、マス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 、食材マスのマス1個でいいのかな、マス1個で、おい、今ね前回と違ってあれでやってます。あ、マスあったわ。マウスでやってます。マスを取る、取った。200?1匹1尾で200、1尾だね。とりあえず置いとくか。で胡椒、胡椒はあるよ。胡椒で、胡椒を、おい、おい、おい、3かけた。でもういい。おろす。で、タイム。乾燥、タイム。タイム。タイム。これか。あ、これ2つ必要だ。タイム、乾燥、どっちも 5g ずつ。いくで。1、2、3、4、5、OK。よし、行こう。あ、やばい調子に乗ってちょっと多めにかけちゃった。タイムって何、ディムって何、ハーブかな、何の味付けなんだろう。でも絶対うまいよねこんなの、オーブン焼きだもんね。まあどうせなら私はホイル焼きの方が好きだけど。はい、よいしょ。で次天板に置く。あ、オーブンだな、オーブンの天板だな。グリルじゃなくてオーブン、オーブン、これ電子レンジでしょ、これか、オーブンって。ここに置くのか。ここに置いてどうするんだって。90セカンド焼く。で、ホースラディッシュと、あ、ホースラディッシュで味付けして、なるほどね。じゃあ、置く。焼く。今、どんぐらい ?90 ってどんぐらい、全然わかんないけど。どうやってひっくり返すのこれ。まあいいや。ちょっとホースラディッシュを持っていきましょう。これ前回のトマトスープと比べてだいぶさ、サクサク終わるんじゃない?で、これ買っておいて、で、あらかじめ、ここにホースラディッシュと、お皿を置きましょう。いいね。こういう時短はね、料理の基本なんでね。まあ料理ちょっと全然やったことないけど。危ねえ!あー!やっちまった!くわ、もう。これだよ、すぐこれだよ。一旦こうやって離れてちゃんとやんないと。で皿を置いておいて、焼き具合はいいね。あ、やばい、持てなくなった。ってことは多分オーブンって片面じゃダメだから、ヘラを使って、ヘラを使って、多分ねこれひっくり返さなきゃダメだよね。えで、高度な操作は S シフト回転で、あ、あれ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 、しょ、やばいやばい、焼ける焼けちゃって。あ、でもこれギリギリでひっくり返せばいいのかな。あと少しじゃない、いった、あ、いったか、いったね。じゃあこれで高度な操作シフトで回転点で、ふっ、あ、もういいや多分これ焼けたんでしょう。でここに、ここにどうやって置くんだろう、置けないぞ。あら、あ、ちょ高度な操作離す、違う、ガッ、あ、3秒ルール、あ、持てれ、ちょっと、あ、早く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 、ちょっと床に落ちた、あれ、うーうー。でこれで、ね、ここで
と、あ、おいだね、あ、もういいよ、これで。で、これで、置いて、ホースラディッシュを、1、2、3、4、5。確か、5じゃなかった？いいね、だいぶ焼けてんじゃないの、これ。いけるっしょ。で、レモンの四つ切り。レモン80を20の4つに切ってからパセリとフレッシュで飾って終わりか。オッケー。じゃあこれを持ってって、レモン、あるね、レモンを、あ、レモンじゃないこれ。じゃがいもや。レモン、レモン取ってきて、よいしょ。レモンを4つ切り。ここできるか。あれ、包丁は？また。やべ、あと1分しかねえ。4つだもんね。じゃあ別にそんなこだわんなくてもいいよね。よし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 、今回順調よ。多分味もね、 OK。 ただちょっとね、このマスを熱々の状態にしなきゃいけないから若干冷めてるかもしんないけど、まあいいだろう。で、これでパセリとなんだっけ、フレッシュ、あ、パセリのフレッシュか。じゃあもうパセリフレッシュを6だよね。あれ2、あ、もう3つね、もう2つか。よいしょ。これ1個ずつじゃなくてさ、個数指定して買いたいのかな。それができたら一番いいのに。で、ラストでしょ。で、これで、これでもう完璧じゃないですか、これ。やばい、時間が経過した。え、なんでマス、マス貫通したんだけど。マス、やばい、マス持てねえ。やばいやばいやばい、減らへらへら、やばい、時間時間時間がない、時間がない。まずい、マスが、マスが。で、これで高度な操作で回転で離す。オッケー、これでよいしょ。で、行きましょう。オーダーですよ。うい、提供だ。どうですかこれ。30秒ちょっと経過したけど、あらら味がひどいって、なんで。苦情。温度は完璧、薬味、あ、胡椒が不足してたってことは多分もう一つのやつをかけすぎたんだな。で、まずは加熱できてね。なるほど、面白い。まあでも OK でしょ、十分十分。あ、終わった。掃除だって、掃除もすんの。あ、でも名声値上がったでしょ。で、経費はすげえかかってる。収入と、なんで赤字になってんの、なんで。え、まあいいか。あ、やった、パーク、パークって何、パークって。え、こんな、すげえ、レベルアップ要素があるんだ。どうしよう、早足は欲しい、あ、これも欲しい、割れないやつも欲しい、絶対僕割るもんだって。あ、耐熱手袋も欲しいな、わー、めっちゃ欲しいんだけど。くー、どうしようかな。パークをアンロックする代わりに追加で、じゃあ、いや、これにしよう。これが多分一番重要だ。はい。ふんふん。ん？デイリーとかあるな。なんでもいいな、別に。食材費にしよう。お金、お金僕持ってないから。よし、オッケー。あ、もうこのまま翌日行っちゃうわけだ。なるほど。じゃあどうしようかな。あ、もう始まんの？ちょっとこれ、これでラストにしようかな。この次のフェーズで。よし、じゃあもう行きますか。スキップ。なんだ今日の料理は。どんなオーダーが来るんでしょうね。来た！サーモンステーキとボイルド、あれ？これやんなかったっけ？やってねえか。サーモンフィレを取る。サーモンフィレはなぜかある。ここにある。味付け、塩、5、塩。まず胡椒だな、じゃあ。胡椒を。よいしょ、1、2、3、4、5、OK。
で、塩がこれか？塩で、塩5、1、3、4、5。OK。なんかこのサーモンフィレちょっと色おかしくねえかな？まあ、大丈夫かな？うん。まあ大丈夫ですかね？ひまわりオイルを鍋に加える。この鍋使った鍋だけど、まあいっか。ちゃんとね、本当は洗いましょうね。ちゃんとやるときは。これで、いくつだっけ ?10 だよね。10で、これで傾ける。3、4、5、6、7、8。OK! で、10でしょ？で、各面を焼く？それがわからねえ。どうやんなの？やべ、火つけっぱじゃん、これ。あっぷら！まあ、いっか。このやばいぞ、この店。で、これで焼きに行くんでしょ？ちょっと焼くためのヘラが今ここにないんだよ。そう、置いとこ。ここでいいや。で、これでヘラを持って、ヘラ操作がすごいむずいんだよな。一旦置いといて、サーモンフィレをまず投入する。入れた。で、ヘラを持つ。よし、行くぜ。これまだ焼けてないよね。今ソースって何？油でしょ？ひまわり油が今焼けてんでしょ？多分、各面どころか全然焼けてないよね。あれ？おかしいな。ん？あ、でも、おかしいな。鍋で焼くんだよね、これ。全然焼けねえけど、サーモンフィレ。え？回転。あ、焼けてないよね、これ。全然焼けてないよね。混ぜ合わせる。混ぜるところか。これで焼くんじゃない？もしかして。あ、こっち焼くのって。やっべ、間違えた。こっちか。どうしよう。よいしょ。一旦これで、じゃあ、各面60セカンド？各面60セカンド。いや、でもこの緑がマックスになれば OK。各面っつっても多分これ2面だから、その2面をちょっと、これ火止めるか。いや、止まってんのか。これいいのかな、これ。全然レシピがわかんないんだけど。あと用意するの何？水1000。塩20。じゃがいも300。じゃがいもはある。あ、これはあれか。ただ単純にボイルドポテト、ふかし芋か。この鍋使わせてもらうか。よいしょ。これに、水と、水出しっぱじゃん。しか、1000だったよね。よし、オッケー。で、置いて、水ちょっと止めよ。え？違う。よし。あ、やばい、フィレが焼ける。フィレが、あぶね。これでじゃあ、混ぜ合わせればいいのかな。よいしょ。全然違うと思うけど。まあ、いっか。これで、一旦置こう。で、ここに、塩20と、じゃがいも3つか。塩20。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK! って置いて、あとはじゃがいもを、もうそのまんまでいいんだよね、これは。いいね、切らなくていいのは楽だよ、本当に。まあ、どうせ多分、切れって言われても絶対僕は丸ごと入れるけどさ。前回みたいに。ぶち込むけどさ。よし、OK! これで3つ入れて、あとはこれで、茹でる。どんぐらい？120セカンド。あれ？じゃがいも、なんで？なんでじゃがいも出てんの？ちゃんと入ってください。よいしょ。で、これで、入れて、カチッ。こっちじゃない。で、これで確かタイマーがあるんですよね、ここに。タイマーをセット。
こんぐらいかな。出て、あとは待ちましょう。そろそろっすね。やべえな、時間も1分切ったな。時間との勝負なんだよね、基本的にこのゲーム。で、じゃあここに置いておいて、2、1、OK。 じゃあこれタイマーを止める。で、じゃがいもを、いいね、熱いまま持てるのはでかいよ、本当に。まあ、持っちゃいけないけどさ、本当は。こんな相当分厚い手袋でもしない限りは。でもこれでいいんじゃないの？その、あとは見た目はまあいいとして。完成でしょ、これ。これ評価高いよ、絶対。超成功だよ、これ。あれ？これ、じゃがいも、二つじゃん。危な！一個サービスするとこだった。これダメだよ。二つだ、二つ。これで、ちょっと見た目もいい感じにね、しないと。まあいいでしょ、これよし！いや、十分十分。はい、どうぞ。どうすか？ちょっと早い早い早い。いや、まず評価を聞きたいんだよ、僕は。どうだ？ほら！味がちょっと足らなかったけど、満足してるって。え、塩足らなかった？嘘だ。マジで？ 20 だったのに。で、カレンスミス。まあでも十分十分。やった。だんだん上手くなってきてない、これ。じゃあ、今日はこんな感じで終わりたいと思います。まあ、あのね、これを作れって言われてるんですけど、まあこれは一旦置いておいて、セーブしたいと思います。セーブセーブ。しときます。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。